こんにちは。障害年金コンサルタントの宮里です。前回の動画でうつ病や障害年金に対する理解は深まってきたものの、まだまだ偏見があり、その一例として障害年金をもらった人は障害者になるのかという話をしました。今回は障害年金をもらう人が増えたら年金制度が破綻するかどうかについて話をしていきます。確かに年金を受給する人が増えるとその分負担も大きくなり、年金財政が回らなくなるのではという声もあります。しかし年金制度は破綻しません。その理由を3つ今から説明していきます。理由1、年金制度を破綻させると国が損をするから。現在年金の給付額は年間約50兆という大きな金額になっています。このような支出を保険料と税金だけで賄うのは大変なので、いつか破綻するのではないかという気持ちもわかります。しかし年金制度を破綻させるのは国にとって損になることなのです。なぜなら年金制度が破綻すると憲法の定める健康で文化的な最低限度の生活を保障するため、全国の3700万人に生活保護を支給しなければならなくなるからです。現在の年金制度における国の負担額は年間約11兆円ですが、年金制度が破綻して全額税金で賄う生活保護に移行したとすると年間約20兆の支出が必要になってくるのです。年金制度であれば11兆で済むものが生活保護になると20兆になるのですから損ですよね。理由2、必要な法改正を行っているから。年金制度は国会の審議を経て必要な法改正を随時行っています。テレビや新聞などで負担増と騒がれてはいるものの、適切な年金制度維持のためには必要なものなのです。理由3、莫大な積立金がある。日本の公的年金の積立金は約110兆あります。これは保険料収入や税金負担がゼロであっても2年間年金を支出することができるほどの金額です。これほどの金額を積み上げている国は他にはありません。ドイツやイギリスではその年度の税収からその年度の保険給付の分を賄っていますので、仮に不景気となって税収が減ってしまえば年金給付に悪影響が出るといった状態で制度を運営しています。いかがでしょうか。年金財政が破綻するというのは根拠の薄い話ですので、遠慮せずに障害年金の請求を行い経済的な安心を得てください。それがうつ病の改善につながると思います。